UIM カード、または、ユ SIM カードは、GSM 携帯電話で使われている、SIM カードをベースにして拡張された第三、世代移動通信システムのうち、WCDMA 方式用に用いられる IC カード。特に区別せずに、SIM カードと呼ばれることもある。電話番号などの個人情報は、UIM カードに書かれているため、カードを交換することで、 別の携帯電話機でも利用することができる。国外などで通信方式の違う国際ローミングの場合でも対応電話機へ有意無カードを入れ替えることで利用できる。日本国内オペレータの場合、おおむね大日本印刷とジェムアルと日本法人のいずれかが製造元となっている。ソフトバンクモバイルのプリペイドユシムカードが採用する G&D などに一部例外がある。 フォーマのフォーマカードやドコモ UIM カード、ソフトバンク 3G のソフトバンク 3G、ユシムカード、QE アクセスの EM チップなどの W、CDMA 機や KDDI のウールド対応機専用品や 3G 通信非対応のタブレット向けの AUIC カードで使われる。ソフトバンクの場合は利用端末や契約形態によって数種類のカードに分けられている。 MVNO 事業者の場合、独自の UIM カードを発行するケースとマノと同一のものを採用する事業者が存在する。参考、R-UIM カード CDMA1XWIN の AUIC カードは CDMA2000 方式と GSM 方式のデュアルであることから R-UIM カードとして UIM カードとは区別して呼ばれる。また、国際規格としては、 CDMA 仕様の SIM カードとしてチームカードと呼ばれるものがあり、これに GSM でも使えるようにしたものが実質的には RUIM カードと言える。一般的に WCDMA が使えるか CDMA2000 が使えるかの違い以外の際はそれほどないものの厳密には異なる仕様となっている。なお、ウォルト対応版及び LE と名の付くカードは CDMA 通信に非対応のため、正式な u、UM、i 無カードとなる。ありがとうございます。